あ、吉久さんありがとうございます。カツリンさんありがとうございます。丸岡さんありがとうございます。ガチで起きてるおはよう、おはようございます。あ、山ちゃんさんありがとうございます。何時に起きたの？5時に起きました。あ、ブレジャーさんありがとうございます。藤谷さんありがとうございます。チキアさんもありがとうございます。あ、今更だけど選抜おめでとうってありがとうございます。おはよう。あ、小坂口さんありがとうございます。金次さんありがとうございます。伊達メガネさんもありがとうございます。おはよう。あ、半額さんありがとうございます。寿司さんありがとうございます。おはよう、おはようございます。研究生を未来ださんありがとうございます。イーナリンゴさんもありがとうございます。おはよう、おはよう。あ、小口さんありがとうございます。アイチルさんもありがとうございます。おはよう、って、おはようふふ4時起き？すごい。仙台の宿から。おはようございます。そうあ、そうじゃん、丹羽さん、今日はアップトゥーボーイの発売日です。お、という話をしていたら5位になりました。わーいそう、今日本当は夜もやりたいんですけど、もうレッスンばっかで全然できる時間なくって、そう悲しい。あ、おはようございます。おはようって。あ、おはようございます。徳武さん。あ、ゆゆゆさんありがとうございます。いいよいいよって。吉井さんありがとうございます。ね、レッスン大事。そうなんですよ、レッスン大事なんですよそう、今日は新しい曲もやるのかなという感じなので、皆さん楽しみにしていてくださいあ、カブさん、あ、クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。わーい。今日はコンのネイビーのトレーナーです。新しいやつハートがあるんですけど多分見えないおはようございます。あ、そろそろ行きます。あ、リリーさん、いってらっしゃーい。あ、初選抜おめでとう、ありがとうございます。そうそう、寒いよって確かに、もうこのトレーナーがすごいあったかくて今大丈夫です。そうそう、お部屋、うん、そう、今寒くないですよ。あ、お庭さん、クマタワーありがとうございます。またまたありがとう。おはよう、おはようございます。あ、アイチェさんありがとうございます。あ、大輝さん、いっぱい撮ったよって、ありがとうございます。あ、今マイナス2度どちらですかねマイナス2度、寒い、凍っちゃうじゃんあ、吉井さんありがとうございます。もう支度済んだの？いや、うん、どうだろう、行けなくはない、うんそうそう。あ、でもあれだけ塗りましたユーピンクだけ、リップね、リップだけ塗りましたあ、たくさんありがとうございます。千葉、うそ、ってことは千葉県マイナス1度ってことはここもマイナス1度ってことですかね。そう、11以降できないのが辛い。そうなんですよ、本当に
本当にもう東京2度、おお、そうなんだ、札幌マイナス7度、え、マイナス7度はもう凍るよね、凍っちゃわないようにしてください、あったかくしてください皆さん、朝はコーヒーを飲みましょう。あ、なんやさんありがとうございます。昨日マイナス10度だった、嘘、マイナス10、日本マイナス10度まで行くんですね、すごい。あ、大輔さんありがとうございます、雪いっぱい、すごい可愛いね、やっぱクリスマスのなんだろう、なんて言うんですか、やつ可愛い、昨日のクマさんも可愛かったし、あ、ワンタンさんありがとうございます、クマさん、あ、おはようございます、コーヒーは、カフェラテ派です、ブラックも飲めなくはないですね。そうそう、今日学校で終業式、そうなんですよね。そう、終業式、あ、ボンボンさんありがとうございます、あ、菊池さとしさんありがとうございます、うちさんもありがとうございます、そう、今日冬至だね、そうですね、皆さんゆずゆとかぼちゃを食べてください、あ、まーさんありがとうございます、おはようございます、スタバもいいよね、ね、スタバいいですよね、おはよう、おはようございます皆さん、あ、初見です、あー嘘、ありがとうございます、本当だ、東大さんありがとうございます、すごい、なんか今さあれですね、なんかイベントのなんか順位のポイントとかもちゃんと出るんですね、なんかすごい、なんか前と違くてすごい。なんて思う、あ、おはようございます、田中さんおはようございます、あ、アイチェルさん本当にハートいっぱいありがとうございます、すごいキラキラもたくさんありがとうございます、月火は昼まで、ん、なんでだ、あ、来週ですか、確かに、でいつからできるんだろう、そう、学校はでもないんですけど今日までで。会社も就業してほしい。あ、モデルオーディション頑張ろうって、 ありがとうございます、頑張りますね、見やすくなりましたねこのイベントのやつ、あ、ペンギンヒップさんありがとうございます、昨日もありがとうございます、ユシッサさんありがとうございます、あ、アニワさんもありがとうございます、シュミさんもありがとうございます、少し遅くなったけどお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、あの PP さんありがとうございます、おはよう、すごい、あ、サチエさんありがとうございます、カズさんありがとうございます、確かに今年も早かったですね、確かにもう終わっちゃいますね、もうすぐ、あ、リノットさんありがとうございます、イベント頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、目覚めたってよかったです。あ、たくさんありがとうございます、あ、おじおじうさぎさんおはようございます、おはよう。おはようございます、朝シャキッと起きる、嘘、なんかでも私はなんかその予定のことを考えると起きれます、そう、あ、ネモースのリレー感動したって、およかった、ネモース見ましたか皆さん、運動会、あ、山ちゃんさん、たけしさんありがとうございます、おはよう、遠いさんおはようございます、くしゃとりやさんありがとうございます、ふきよさん、たんさんありがとうございます、マントメガネさんおはようございます、あーたくきよさんいっぱいありがとうございます、だよって、え、寒いですね本当に、あうちさんもハートありがとうございます、丸岡ゆきさんもありがとうございます、おばさんおはようございます、
おはよう、まるこめさん、おはようございます。なりさん、おはようございます。うちあげさんもおはようございます。あ、やまちゃんさん、よしいささん、ありがとうございます。さんさんもありがとうございます。おはゆなちゃんあ、しおみさん、くまさん、ありがとうございます。お、ミラーボール、ありがとうございます。うちきょんさん、え、バイクで仕事行ってきます。え、いいですね、バイクあ、プレちゃんさん、ともるさん、ありがとうございます。こばあさん、おはようございます。会社行く前に顔見て寄せて、いやいや、ありがとうございます。頑張ってくださいおはようございます。おはよう。あ、踊れない松屋さん、おはようございます。今日寒いよね、やっぱ。朝のバイク寒いよ。確かに寒そう、風すごいもんね。おはようございます。あ、山ちゃんさん、ありがとうございます。行ってきますって、行ってらっしゃい。おはよう、としさん、おはようございます。かずやさん、おはようございます。おはようございます、おめでとう。内下さん、ありがとうございます。確かに握手から暖かくしてきてください。布団から出たくないって、出てください、出てください。あ、トピさん、クマさん、ありがとうございます。頑張ってください。あ、ありがとうございます。アイチェルさん、プレジョンさん、ありがとうございます。ウチさん、トピさん、ありがとうございます。そう、明日握手会なんですよね。あと1日って、そうなんですよ、1日です。お、今起きました。おはようございます。あ、ポリリさん、おはようございます。花さん、おはようございます。確かに握手会、今回は 4、5、7 とかでしたっけね。そう、今週はお会いできます。そう、本当にいっぱい、明日、明後日で握手会で、25は公演で、26は一発です。あ、おはようって。あ、カツさん、ありがとうございます。お、土曜日に参加、ありがとうございます。あ、5部がお休み、4、6、7か。みたいです。お、7部行くねって。あ、ありがとうございます。ね、盛りだくさん、そうなんですよ、いっぱい。あ、トビさん、ありがとうございます。お、3日連続で会える、うん。その頃にもあったかくなって、そうなんですか。あ、時間がってことですかね。あ、つっくん、ありがとうございます。あ、ダイさん、おはようございます。あしらさん、おはようございますそうなんですよ。あ、やまちゃんさん、くまさん、ありがとうございます。あ、明日会いに行きますって、ありがとうございます。嘘、明日全部の部行きますって、嬉しいです、ありがとうございます。トヤさん、おはようございます。あ、ホペプニさん、ハートありがとうございます。 KYS さん、ありがとうございます。お、お仕事行ってきますって、行ってらっしゃい。ゆひげさん、ありがとうございます。あ、しゅみさん、ありがとうございます。おはよう。アランさん、おはようございます。おー、いちるさん、よしいさん、てんてんてんさん、ありがとうございます。こびやきさんも、ありがとうございます。じいさんも、ありがとうございます。コンさんも、ありがとうございます。おはよう、おはよう。あきやまちゃん、おはよう。でんぱるくさん、おはようございます。ボンボンさん、おはようございます。ペクシンさん、おはようございます。トリピーさん、おはようございます。おはようって。あ、ダンさん、ありがとうございます。
あ、おじきょうさん、くまさんありがとうございます。おはよう。で、明日明後日モリリンさんをよろしくお願いします。おはよう。アールグレイさん、おはようございます。お、トリピーさん、またありがとうございます。アイチェルさんもありがとうございます。いっぱい、あ、トピさんもチーさんもありがとうございます。アッキーさん、おはようございます。ヨシミさん、おはようございますね。ちょっとずっと私おはようって言ってる。ね、あ、いっぱいありがとうございます。体調万全にしてくださいねって、ありがとうございます。あ、ハマさん、おはようございます。お仕事頑張ってって言ってって、頑張ってください。いってらっしゃい。お、青サンタ楽しみって、青サンタです。結構青いよ。これぐらい、チラ見え。あ、ヒデさん、初見さん、おはようございます。あら、本当だ、おはようございます。チラチラって。そう、声を、そうそうそう、声を、そうなんですよ、思ったより青いって。そう、なんか調べた、いろいろ見たんですけど、お、じゃあ青系の洋服っていこうかな。お、嬉しいです。シマさん、おはようございます。あ、うちーさん、あ、あさん、としのりさん、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。確かに想像以上に青いって。そうなんですよ。でもサンタさんの赤も結構赤いじゃないですか。それの青だから、そう、結構青い。確かに、なんかでも着てみるとね、結構なんだろう、暗めだからね、そんなことないんですけど、ちょっと今明るかったね。知ってますよ、ノエルの夜。あ、ワクさん、ありがとうございます。あ、テンポさん、ありがとうございます。おはようって、ツイートインで見れてますか。だよ、アオンさんとも可愛い。あ、ありがとうございます。あ、みっちゃんさん、ありがとうございます。くちゃんさんもありがとうございます。あ、踊れないまつさん、あ、くまさん、ありがとう、可愛い、ありがとうございます。あ、年末おめでとうって、ありがとうございます。とって。昨日は楽しかったです。あ、ありがとうございます。あ、明日サイン受け取るの、おお、楽しみって、よかったです。おはようって、皆さん、おはようございます。ピアニッシモさん、おはようございます。うっちーさんも、ハートいっぱいありがとうございます。皆さん、キラキラもいっぱいありがとうございます。おはようって、東の空が明るくなってきた。確かにちょっと明るくなってきた。あ、朝、ありがとうございます。おはよう。そうそう、紺色に近い、確かに。うん、なんかね、青なんだけど、まあ、濃い青だね、確かに。そう、あ、みやまさん、ありがとうございます。メリークリスマスって、おはようって、おはよう。梅ちゃんさん、お母さん、おはよう、おはようございます。アイチェさんも、フジキュアさんも、ありがとうございます。外見たい感じのその色だった。確かに、でもまだ暗いね、暗いですね。おはようって、おはようございます。朝ごはん毎日食べてるんで、
食べてます。あ、そう、今日はプッドボーイ発売日。そうなんですよ、そうなんですよ。昨日あずちゃん何時までいた？あず最後までいましたね、10時まで。あ、これから朝ごはん作ってくるねって。いいな。お、まだお布団の中って言ってる。早く出てください。神戸ゆきさんありがとうございます。そう、あずはお迎え来てましたよ。ひこっちさんありがとうございます。お、サバさんおはようございます。ね、昨日は本当になんかテンション高くて、多分疲れすぎてテンション高かったのかな。そう、おはようって。おはようございます。みっちゃんさんありがとうございます。お、布団から出れんって。いいな、私も布団に入りたい。テンション、そう、ハイテンションだったの本当に。あ、カズさんありがとうございます。キューさんも、エミーさんありがとうございます。おはよう。はい、あ、シャキーさんありがとうございます。星投げたのまた少し寝る。いやー、ありがとうございます。キラキラありがとう、皆さんここにね。あ、うっちーさんありがとうございます。お、おはようって。普段カスミはメガネなの？いや、どうだ、なんかメガネの時もあるし、ずっとちゃんとメイクしてる時もある。たまにメガネですね、レッスンの時は。あ、ゆゆゆさんありがとうございます。ゆなちゃんはメガネある？いや、メガネで行ったことはないです、私は。のむくんさんおはようございます。バイバイって、おー、バイバイ。あ、ほぺぷにさんありがとうございます。あるさんもありがとうございます。さとしさんおはようございます。もうハートありがとう、いちるさん。あ、やもちゃんさん、クマありがとうございます。お、バス停で見てますって、すごいね。あ、すごい、みんなおはよう。え、ずっとおすねって18カメラさんありがとうございます。あ、そう、生誕の時の伊達メガネね。そうなんですよ、私は固くなりメガネを拒んでいたんですけれども、生誕祭の時はあのメガネをすることになっていたらしく、そう、写真撮影の時どうするって言われたんですけど、写真撮影の時はいつもの方がいいなと思って、そう、その後のやっぱなんかだるい感じからメガネかけた方がいいじゃない、いい気がしたから、そうそう。あ、かずさん、うちーさんありがとうございます。そう、でももうはね、また来年までないですね、多分メガネを披露する機会は。そうそう、レアなんですよ。メガネのオフショット撮ってないですか？あ、撮ってないですね、そういえば。あの、そこら辺は私は結構 MC とかで早着替えになるので、そう、全然写真撮れなかったですね、そこら辺は。いつもあれですね、なんかフェイントまで7時12分が終わってフェイントまでがちょっと時間が空くので、その間にフェイントの写真を撮れたりとか、あとはその7時12分も撮れたりとかするんですけど、あとはもう全然撮れなくて、そう。どこにいたか当ててくださいって、花道のところにいたんです。うっちーさんありがとうございます。そうそう、お、はあ、そうそう、実はバタバタ、そうなんですよ、私は MC が多い方ではあるので、そう、結構。あ、伊達メガネさん、くまさんありがとうございます。あ、ちやさんありがとうございます。お、2回ってことはクマタワーで、ありがとうございます、ありがとうございます。
はよう、おはようございます。あ、みっちゃんさんありがとうございます。ツインみたいになって、ツインはあー、オーレン愛してください。おはようって、中身さんおはようございます。そうそう、中盤曲でも着替えあるから。あ、ラボーナさんプレゼントありがとうございます。お、あ、またまたありがとうございます。かわいい。あ、ハーナさんありがとうございます。お、ヨシフミさんもありがとうございます。クリスマス、スカイウォーカーさんおはようございます。当たりだってなんだ。あ、カンカンさん雪ありがとうございます。嬉しい。あ、いっぱい雪降らしてくれる千葉には降らないから。あ、ゆゆゆさんありがとうございます。うちーさんもありがとうございます。明日は配信できそう。明日は午前中できたらやりたいなっていう感じです。多分午後は多分できないので。そう、あ、わっかさんおはようございます本当にカンカンさんいっぱいありがとうございます。あ、ジョージカミオさんもありがとうございます。すごいクリスマスの像は本当に可愛くて、冬って感じ、やっぱ冬いいですね。星健さんありがとうございます。あ、マシュさんもだるまさんありがとうございます。あ、いちごさんありがとうございます。花尾さんありがとうございます。あ、カンカンさん熊田はありがとうございます。ありがとうございます。あ、コージーさんプレゼントもありがとうございます。おはようって、チエンさんおはようございます。確かに千葉は風が強い。確かにね、そうですね。コンビニ寒すぎて帰ってきたってあ、スチエンさんありがとうございます。手がかじかむ。お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。今のまばたきかウィンクかわからないようにしちゃいました。布団から出る勇気がない。勇気を出してください。あ、ゆうごりんさんおはようございます。松田さんおはようございます。めっちゃ寒いって、やだな。あ、25日忘れたって、悲しい。あ、パン工房さんありがとうございます。おはようって、大水さんおはようございます。キョンさんおはようございます。クニさんおはようございます。地獄の、あ、シマさん、あ、昨日もありがとうございます。あ、黒船ごじょうさんおはようございます。おはよう、おはよう。あ、ゆゆゆさん、だるまさんいっぱいありがとうございます。すごいいろんな色あ、菊池さんありがとうございます。心はあったかいよ、笑って。確かにクリスマス何だろう。クリスマスか。私は結構洋服多いですかね。去年も洋服か、それかコスメだったような気がします。あ、たかりんさんありがとうございます。うちさんもありがとうございます。あ、みくらんさんおはようございます。そうそう、おはようって、おはようございます。あ、ありがとうございます。
サンタさんまだ来るの？サンタさんはまだ来ると思います。来ますあ、グッドモーニング、グッドモーニング、おはようございます。チラチラ可愛いですよね。その絵文字可愛いあ、みかんさんありがとうございます。お、お仕事行ってくるよって。いってらっしゃい。あ、みやじさんおはようございます。あ、じゅんさんありがとうございます。お、おはようって。くらさんおはようございます。あ、いっぱいゆなちゃんのサンタがいるよ、ここに。え、ここにいるんですか、サンタさん。アップルウォッチは持ってないですね。おはよう。あ、さくらんぼさんありがとうございます。たかりんさんもありがとうございます。なーにゃさんもありがとうございます。こっちさんありがとうございます。髪押しでってあ、踊れない松屋さんありがとうございます。おはよう。寒いですね皆さん。やっぱ寒くなってきました、どんどん。あ、えだちさん、たっくんさんありがとうございます。たくまさんおはようございます。お、一日頑張れるって。わーい、頑張ってください。そう、まだ始まったばっかです皆さん今日はね。おはよう。布団から出たくないお疲れ様です。あ、ゾンデさんお疲れ様です。あ、タイムリミットなんで、お仕事行ってきますねって。いってらっしゃい、頑張ってね。うちさんありがとうございます。眠いでしょ。眠いですね、ちょっとあくびが出ます。布団から出られる一言ください。え、早く出てください。お布団から出てください。早くみんな起きて、目を覚ましてコーヒー飲んで一言じゃなかった、間違えちゃった。よくつけられたね私あ、くらさん、くまたわありがとうございます。わー、ありがとうございます。おはよう、おはよう。ゾトンさんありがとうございます。おはよう。お布団に戻りたいって。え、あ、セティンさんありがとうございます。靴下のプレゼントでしたね、サンタさん。おはよう、おはよう。縮小タイム。今縮小してもよくない。してないから。あ、タカリンさんありがとうございます。コーヒーはコヒちゃんのイメージ、でもコヒナはコーヒーを飲めません。皆さん勘違いしないように、コーヒーは飲めませんよあの子は あ、サゾンさん、ウチさんありがとうございます。そうだよ、コーヒー飲めないよ。サイダーは好き。普通あんまり飲まないですね。でも炭酸系はね、コーヒー美味しいよね。知識ありがとうって、ありがとうありがとうって。あ、うせやさんありがとうございます。あ、山ちゃんさんありがとうございます。アズはコーヒー好きなの？どうだろう、どうだろうな。でも飲んでるイメージはないですね、アズは。
あ、みかんさんありがとうございます。コーヒーはカフェラテが一番好きです。あ、みおまさんありがとうございます。メリークリスマス。おおー、ハッピーホリデーって気にさん、おはようございます。あ、これ当たりって、そう、さっきもさ当たりってあったんですけど、あずれとかあるんですか？おはよう。あ、しげさんおはようございます。さとちゃんさん、ハートありがとうございます。あ、紅茶いいですね。紅茶も私好きですよ。靴下が外れなんだ。あ、ゆうゆうさんありがとうございます。あ、かずさんもありがとうございます。9時、そうなんだね。初めて知りました。あ、うっちーさんありがとうございます。しんたろうさんおはようございます。さきさんもおはようございます。アズタズ嫌いの、いや嫌いってわけじゃないけど、チョコとかの方が好きだよねっていうことだと思います。あ、ミラーボール藤城さんありがとうございます。あー、キラキラミルクティー、あー、ミルクティーは好きですよ。そう、紅茶大好きだから。そう、なんかあのアールグレイのなんだっけ、ベーグル、なんか朝ごはんでベーグルを食べたりするんですけど、あのアールグレイとか好きです。ココアももちろん好きですよ。あ、おはよう、おはようございます。アズはアズキ派ではないです。そうです、でもアズの前ではアズキ派ってちゃんと言ってくださいね。そう、あ、ケンジさんおはようございます。あ、ミッツーさん、なんだろうこれ、すごい。あ、アヒルかな、ありがとうございます。お仕事行ってきまして、じゃあ近藤さん行ってらっしゃい。ちんにゃんさんおはようございます。あ、かなりんさんプレゼントありがとうございます。たかりんさんもありがとうございます。一言ください。行ってらっしゃい、頑張ってね。今日も皆さんいい日になりますようにということで。なんか照れ、何がですか？照れる様子あったかな今。どこに照れたんだろう。ライバルは誰ですか？ライバルですか？でもなんか誰っていうよりみんなじゃないですか、そりゃ。たかりさんありがとうございます。コーヒー派、紅茶派、あ、でもカフェラテ飲んでいく方が多いですね。今日も飲んでいこうかな。私の名前わらわら、あ、そういうこと。ブリーさん、あ、そういうことか。ライバルは自分ですねっていうとかっこいいってことですか。あ、みかんさん、かまさんありがとうございます。うちさんもありがとうございます。確かに、でもライバルは自分ですねってさ、どういうことなんだろう。自分と戦うことだけどさ、難しいよね。自分ってどういうことだろう。うん、難しい。でも自分と戦ってたらもうそんなの かっこいいけどね。あ、そういうこと、過去の自分を乗り越えていきますって、そういうこと。確かにそういうことか。そういう意味では、あ、いいですね。確かに中月は仲良しだけどバチバチ変わるの、確かに確かにありますね。確かにね、仲良し、そうなんですよ、仲いいんですけど、ね、確かにみんなね、あ、仲良すぎて何でも言えるんですよ。布団から出るのも自分がライバル。お、うまいですね。確かに、あ、昨日の自分がライバル、確かに。でもそんなの毎日更新できるってわけじゃないから。愛用しました、愛用中、ゆうてんくわ。
あやほゆなちゃん、おはよう。モッキーさん、おはようございます。布団がライバル面白いね、確かに皆さん自分に勝ってください。それで布団から出てください。あ、確かにカラオケで自分の記録を超えるのも確かにそうですね。確かに。おはようございます。あ、シャイニングフィンガーさん、おはようございます。すごい、布団は強敵なので。確かに布団は強敵ですね。今日はちょっと私強かったけど、布団より全然。確かにね、一生布団推しです。負けちゃうじゃん、そんなこと言ったら。あ、ゆゆゆさん、あ、レルー、ありがとうございます。チリンチリン、明日と会えるの楽しみにしてるね。おー、ありがとうございます。あ、みかんさん、あー、すごい、ありがとうございます。これなんて読む、鬼変わる健三さん、ありがとうございます。たかりさん、あ、かいちゃん、ありがとうございます。あ、なっちゃんもありがとうございます。たかりさんもありがとうございます。あ、だいすけさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。雪だるまも、朝から配信ありがとうって、いえいえ、朝から皆さん見てくださってありがとうございます。あ、コンピさん、ありがとうございます。あ、えだっちさんも、まりさんもありがとうございます。しゅんすけさんもありがとうございます。お、すごい、そうそう。あ、地獄の塩さん、ありがとうございます。ごけこっこ、そう、今日はあのきーちゃんの第2弾が始まるんですけど、それでアズが食べに行きたいって言ってたので、もしかしたらお昼ご飯行くかもしれないです。また新しいキティちゃんをゲットするかも。お、デモス見たよって、ありがとうございます。そう、多分サイがいたらサイが一番なんですけど、そう、一番でした。イエーイ。そうそう、またお揃いになったりしてってすごい確率ですよね。そう、サイは走るのが得意だから。他の、あ、ねえ、あれ見ました？7人乗ったやつ、あれすごいでしょ。おはよう、おはようございます。ね、7人で乗るのすごかったですよね、やっぱり。あとボール転がしさ、あれ私めっちゃ得意すぎて、め、小ひな置いてってたよね。小ひな普通に後ろから走ってて。あれどうなってんの。そうなんですよ、まず私が乗って、あのまず外を固めて4人目で中に1人入りつつ、それからは外、あれはみんなでなんかできるだけくっついてキューってしてると落ちないんですよ。そうそう、それ、そう、玉転がし作戦、そう、勝ったんですよ。まだ見てないって、早く見てください。ぜひ感想も教えてください。聞きたい。そう。でも、そう、じゃあ言ってきてって言って言われて、おじい、じゃあなんかないないです、ないとポイントあげられませんねとか私やってたんですけど、そう、あ、行ってきてくださいって言われて、あ、はいって言って。あ、渡りない松屋さん、ありがとうございます。あ、ゆうしくんさん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。あ、だいすけさん、かまさん、ありがとうございます。お
こつゆださん、おおすごい、おはようございます、呪術廻戦だ。あ、アルソックね、アルソックもありましたね。私のりさんありがとうございます。お、笑顔が最高でした。あ、みっちゃんさんありがとうございます。おはよう、ゆなちゃんと、さらみみさんおはようございます。マークさんおはようございます。クラウドさんもおはようございます。17期と言い合いなのに17期論破したの、確かに別に論破したわけじゃなくて、なんか多分言い合いが下手だったんですね、あれ。言い合いが下手で思ったこと言ったらそうなっちゃったっていうだけです。あ、た、いちさんありがとうございます。皆さん頑張れ、行ってきます。お、行ってらっしゃい。羽根馬さん行ってらっしゃい。あ、よかったね、もうすんのかみたいね。ひなちゃんに論破されたい人生でした。え、論破することないよ。あ、にちくんさんスノードームありがとうございます。かわいい。沖縄ビーチボーイさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。あ、みかさんも雪だるまありがとうございます。けんけん、あ、けんちゃんさんおはようございます。やまちゃんさんありがとうございます。手柄石さんもありがとうございます。おー、わーい、初要因ですね。おー、嬉しい。そう、でも今日は多分この後皆さんが配信他の方がすると思うので、多分もしかしたらめっちゃ下がっちゃうかもなんですけど、あ、靴下だった、外れですね。ありがとうございます。この配信は7時まで、うん、7時まで、そう、7時までの予定だったんですけど、多分20分ぐらいまでだったらできるかもです。話されずについてこうね。そう、できるだけ、そう、本当にね、本当は夜3時間みっちりやりたいんですけど全然できない。何時に起きたの？5時に起きたよ。なお時間を教えてくれありがとう。あ、うちぃさん、サモさんありがとうございます。遅刻しないで、ね、でももう髪の毛もやってあるし大丈夫です。早起き偉い、ありがとうございます。そう、明日と明後日も夜できないから、朝時間あるとかちょっと後で調べてみます。あ、にちくんさんありがとうございます。朝し配信してくれだけ感謝。お庭さんを見てくれるだけで感謝ですよ。あ、きーちゃんさんおはようございます。しけんさんおはようございます。そう、年末忙しい、確かにコンサートのレッスンと、あと違う普通のレッスンと、あとフェスの振り入れとかもあったりで、で握手会楽しんでねって、楽しみますね。そう、ランクアップ嬉しい、本当に。あ、お昼にハッピーセットチャレンジするってお揃いですね。私もそうです、大事。そうそう、確かに15分とか30分でもできたら。そうなんですよ、1回でも配信できるだけで、そう、忙しいのは嬉しい。確かにそうなんですよ、本当に。逆にね、忙しくないとみんなに会えなくて寂しい。でももう最近は毎日会えるから、でも毎日会ってると本当に1日2日は会わないだけで、なんかすごい久しぶりだねみたいな話してて、そう、そうなんですよ。
士会第5号はお昼にしてってしようかな。でも先輩いるから寝れないよね。そう、またレッスン上から配信。確かに今日はね、もう本当にずっとレッスンで、なんかこれのレッスンが終わったらもうそのまま次このレッスンみたいになっちゃうので、今日はできないんだけど。うん、大丈夫大丈夫。チラあ、またチラチラ。授業中寝ていいよって。あ、この配信見ながら申し込んだら25日の箱が当たる気がします。お、当たりますよ絶対。この朝から私の配信を見てくれてるので絶対当たります。そう、頭ごちゃごちゃね。そうそうそう、なんか途中からパンクし始めた。頭がもうなんか覚えられないよってなっちゃうんですよ。もうそういう時はずっともうとりあえずなんか違う反対側なんだろう、左右で違う振り付けとかだったりしたら、なんか私がじゃない時にずっとずっと繰り返して踊って覚えさせます。おはよう、あませれさん、おはようございます。しゃけんさん、おはよう。青空さん、おはようございます。ドットテンさん、おはようございます。おもっくんさん、はじめまして。はじめまして、おはようございます。あ、和田さん、ありがとうございます。やったさん、ありがとうございます。ザンさん、初見ですって、ありがとうございます。初見さん、おはようございます。日向公園さん、おはようございます。はじめまして、おいしいねって、確か嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。一覧し、そう、そっちの一覧ではないですね。食べ物になっちゃいますね。朝からほっぺた柔らかそうって。朝からほっぺたいつも柔らかいですよ。あ、パトーさん、ありがとうございます。ウッチーさんもありがとうございます。一蘭、そう、一蘭はね、まだ1回しか食べたことなくて、あのお話し会の時に1回来ていただいてて、その時に初めて食べたんですけど、そう、それ以来食べてないから、まだ生まれて1回しか食べたことないです。あ、かき氷さん、おはようございます。パーティーさん、ハートありがとうございます。でどうしようかな、今日はやっぱギリギリになっちゃうので10分まで返信します。あと10分やりますね、延長。ネギシは、ネギシ行きますよ。私も牛タン大好きだから、前とか夢見と2人でご飯、夢見とね2回ネギシ行きました、一緒に。おはよう、トスさん、おはようございます。あ、踊れないます。おー、メリークリスマス合ってるかな。ご飯おかわりする、最初はしなかったんですけど、2回目は確かお昼とかが食べれなかったのかなんかで、それかすごい時間が空いちゃったのか、すごい私とゆめみがすごいお腹減ってて、そう、一緒におかわりして、そう、ゆめみがね、とろろがあんまり得意ではないので、私がとろろをもらって、私のおしんこを代わりにあげて、そう、食べてました。あ、お母さん、ありがとうございます、プレゼント。ファミレス、あ、ファミレス行きますよ。おはよう、ゆうき、あきたさん、おはようございます。りょうじさん、仲良し。そうなんですよ、え、みんな仲良し、
そうでもだいご飯はもうあず夢見とかしか行ったことないかな。うん。ネギシメールで写真見た。お確かにゆいちゃんラーメンで確かにね。私ラーメンあんまり食べないから。美味しい。なんか いろんな種類あるけど何が一番美味しいんだろうね。夢見とか、そうそう、夢見と一番ご飯は夢見が多くて、そうお出かけだとあずと夢見ですね。高井さんハートありがとうございます。玉垣さんもありがとうございます。もう暖房つけてる。いやつけてない、寒い。ちょっとおはようございます。あ、レムさん初見さんおはようございます。順位とか見やすくなってる。お、そうなんですよ、見やすくなってる本当にね。昨日もあずとご飯行ってた。いや昨日はねご飯行ってないです。あ、クラさん、あーすごい、メリークリスマス10個ありがとうございます。クリスマスタワーありがとうございます。ね、夢見の走り方面白い、面白かったよね。私も思いました、なんからしいってたそう、あ、おはようって、おはようございます。足速い、うん、速いみたいですねそう、かすみもすごい、あれユーミンのキャラはツボ、確かにツボですねお、グッチさんお仕事行ってきます、行ってらっしゃい。そうそう、夢見は全てがもう、そう本当にね、もうダンスを教えてもらって、フリーレの時っても面白いんで、そう、もう話しててもいつも夢見が夢見だから面白い。もう先生も笑ってるからあ、玉子焼きさん、うっちーさんありがとうございます。あ、玉子焼き食べたい、玉子焼き食べたくなりました。卵大好きなんで、そうふにゃふにゃダンス本当になんかすごい、なんだろう、うん、ふにゃふにゃするのすごいそう天才ですよね、笑わせるっていう、笑わせるっていうか、でも面白くしようとしてるわけじゃないから面白いんですよ。あ、24日友人と遊びに行きます、ありがとうございます。存在が癒し、そうなんですよ本当に、存在が癒しです。あ、みかんさんありがとうございます。お、7時5分をお知らせします。お、じゃああと2分ぐらいでランキング読みますね。さこちゃん不意にウィンクする、そうなんですよ、なんか急に目があったらウィンクしてくるんですどういうことって、なんか売り入れの時にパーって目があったらなんか急にウインクしたりとか、前は踊ってたりとかしてましたねあ、仕事始まっちゃいました、頑張ってください。おはよう、で、おはようございます。あ、シーティーさん、あー靴下ありがとうございます。あ、ハーナさんありがとうございます、応援してます。あ、ウルトラセブンさんありがとうございます。そう本当に朝からもう1時間経ったんですね、びっくり。うっちーさんありがとうございます。わ、みかんさん星ありがとうございます。花道でもふにゃ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 してた、
夢見ていると楽しい。そうなんですよ。やっぱね、あ、うちさん、カツンさん、ありがとうございます。あ、朝から配信ありがとうって、こちらこそありがとうございます。ヨマさん、ハートありがとうございます。元気ないよって、そんなこと言うなって、元気出してください。元気、朝から楽しかった。おー、よかった。皆さんもう布団出ましたか？さすがに出たかな。まだ入ってる方いますかね。あ、お、いた、まだ布団の中ですって方。早く出てください。余裕で出てません。ダメです、そんなのダメですよ。皆さん、そろそろ出ます。え、まだって、みんな布団じゃないですか。皆さんもう7時になりましたよ。7時お知らせします。早くお布団から出てください。だって二度寝するんだもんって。起きてください。どうやったら出られるかなって。一回布団をパッて、布団をパッて捨てて、一回起き上がってください。そしたらいけます。寒すぎる、たくさん、確かに寒いですよね。でも起きてください。あ、発泡シェアしますって。あ、誰かさん、おはよう、受験さん、ありがとうございます。じゃあ行きます。ランキング見ますね。ランキング、じゃじゃん、13位、たかりんさん、ありがとうございます。12位、たくさん、ありがとうございます。11位、やまちゃんさん、ありがとうございます。10位、ラボーナさん、ありがとうございます。9位、みっちゃんさん、ありがとうございます。8位、みかんさん、ありがとうございます。7位、踊れない松也さん、ありがとうございます。6位、ゆゆゆゆさん、ありがとうございます。5位、かぶさん、ありがとうございます。4位、伊達めがねさん、ありがとうございます。3位、お庭さん、ありがとうございます。2位、カンカンさん、ありがとうございます。で、1位、くらさん、ありがとうございます。皆さん、朝早くからありがとうございました。本当におはようって。おはよう、ありがとうございます。あと30秒ですね。で、10分になります。こちらこそありがとうって、こちらこそありがとうございます。バイバイ、またねって、またね、また明日かな、明日のお話し会でレッスン頑張ってね。ありがとうございます。行ってきますね、皆さん、ファイトファイト、皆さん頑張りましょう。今日もバイバーイ、じゃあね、明日会いに行くよって、ありがとうございます。朝から配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ、バイバーイ、ピース。あ、明日もお金になりましょうって、こちらこそお願いします。バイバーイ。